ルビーの指輪指輪、指輪は手の指にはめる感情の装飾品。初期の指輪は装飾品というよりも体を守るための護符や実用的な印象として用いられた。古代ギリシャでは、紀元前6世紀にはベゼルに装飾のある金や銀の指輪の制作が本格的になり、紀元前5世紀半ばには宝石付きの指輪も制作されるようになった。中世には、 宝石はカットされなかったため大ぶりのままで光の反射ではなく石そのものの華やかな色彩が利用された。12世紀以降には山形にせり上がったベゼルの頂点に小ぶりの宝石を置いたあぶみ型と宝径や楕円のベゼルに大ぶりの石を置いたパイザラ型の二つのデザインが指輪の典型になった。また中世になっても印象指輪は捨てれなかったが 硬い宝石に彫り込むインタリオの技術は失われ、金属製のベゼルに彫り込まれるようになった。15世紀には、ポイントカットの加工技術が誕生し、さらにルネサンス期には、宝石だけでなく、彫金とエナメルの加工技術も主役級の役割を持つデザインとなり、指輪は工芸技術の域を集めた装飾品になった。17世紀初頭に、 ダイヤモンドに多くの切り子面を施すローズカットが生み出されたことで、宝石が指輪の主役となり、賞金とエナメルは二次的なものとなった。17世紀には、印象は腰からぶら下げるスタイルとなり、印象指輪の流行は下火になったが、王皇貴族では、伝統的な印象指輪が用いられた。19世紀末から20世紀にかけては、 新たな装飾美術運動の流れと伝統的なデザインと指輪作りにこだわった宝飾品メーカーの二つの潮流が見られるようになり、さらに第二次世界大戦頃からはニューヨークの宝飾品メーカーの台頭も見られるようになった。装着する指によって意味が異なる。結婚指輪はその代表で薬指には聖なる誓いの意味がある。結婚指輪以外の指輪は 通常は中指にはめる。結婚指輪と婚約指輪素材は主に金属だが、宝石を付したものもある。よく利用されている金属は金、銀、白金などの貴金属。この他、チタン、ステインレスコタンタル、イリジウムなどを用いたものも見られる。また古くは、鉄、真鍮、青銅の金属や、メノウや翡翠別ベッコなど、宝石や、 類似のものを用いたものが市場が稀にある。現在の主流は鋳造法であるが、その中でもロストワックス法と呼ばれる方法が一般的。製法ごとの特徴は以下の通り。プレスで打ち抜き、絞りプレスで成形されたり、パイプ上で製作された貴金属材料をバイトでカットする製法はカットリングと呼ばれ、結婚リングなどに多く用いられる。 指輪のサイズの表示は各国により異なっているため国際標準化機構により ISO 8653として標準化が進められている。日本では1998年に ISO に準拠した j i s s 四4 7 0 0が制定された。2002年より普及が始まっているが従来表記のものも併用されている。ISO 規格表記は 指輪の内周を最小 41mm 最大 76mm までの 1mm 間隔で最も近い整数で表す。国内では明治以降監修的に用いられている監修サイズが一般的に利用されている。直径 13mm を1とし3分の 1mm 増加するごとに1を加える。なお、指輪のサイズを決める際には リングゲージを一連につなげたものなどの測定具も用いられる。ありがとうございます。